なんかもう最初の注文がですね、バドとノアで、で2人の組ポーズであって、しかも2人の関係性を表すようなもので顔の位置は接近していて、何だったかしら、なんかいろいろ注文があって、それを全てこう満足させるようにしようというと、こういうポーズになったわけですね。ちょっと、込み入ったポーズなんですけれども、条件は満たしたと思います。最初の、そうですね、ノアはやっぱり長いことかかったかな、結構それまでの路線と違うっていうか、現実界っていうのとくっつきながらも半分ファンタジーっていう人間が多かったから、あのうるせえやつらにしてもクリーミーマミにしても、でまあオレンジルートにしても一種のファンタジーかなっていう中で、あの普通の人間なんだっていう方がこうファンタジー界の住人じゃないっていうのがはっきりしてるキャラクターだったもんで、最初はちょっと、どう書いたらいいもんかなっていうのは随分考えました。この頃はなんかこうだんだんはどういうやつなのか付き合ってるうちに分かってきたぜっていう感じなんで、この頃の方が苦労はしてないなと思います。バドの方はこういう世界にあってちょっとファンタジー色のあるキャラクターなんで、こっちの方がむしろ描きやすいかもしれないですね、なんか絵にしようとした場合。やっぱりね、あの絵描くときにその時の精神状態とか、中身っていうのは必ず出てきちゃうんですよ。あので特にあのノアとか、そういうキャラクター、ノアっていうのはなんかそういったものが出てきやすいキャラクターっていうか、なんか非常にこうキリッとした気持ちの時にはもう割に男顔のノアだったりとか、割合こう明るい気持ちの時にはこういったようなあのグリフォン編のパッケージのような絵になったりとか、あのスルスルって中身がこう自然に出ちゃうんで、怖いって言えば怖いんですけど、こっちのこう人間としてのこう中身っていうのをスーッと透過させやすいようなキャラでしたね。なんかこうやりがいはありましたけど、でも私は嫌な仕事っていうのはそんなにしてないし、いつもそれなりにやりがいは感じてるんで特にって言われると、そうですね、やっぱり個人プレイじゃなくて、なんかこう合わせることによって出てくるものがあるっていうのがパトレバーでは他と違って面白かったですね。やっぱり他の作品だとやっぱりこうキャラクターとかイラストレーションに関しては個人プレイでしたからね、誰かと相談して作るとか、それから実際の絵作りのプロセスとか、そのポスターとか書くでもこう共同作業っていうのがパトレーバーではよくあったわけなんですけど、そういうのもなんかだん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 こうコンビネーションっていうのは良くなってったんじゃないかななんて思います。セル画のこう組み方でも何でもこういつもみんなで工夫してきましたから。